ランタイムを抑えることができる、このアップリケーションの変換を使って、800cc ぐらい取ることができました。後ろ向いて、しっかりやっていきますね。お願いします。左腕、引き上げてください。お腹はいつぐらいから気になってました？結構前から気になってましたね、腕は。なんで脂肪筋しようと思ったんですか？でも、やっぱ走ったりとかもしたんですけど、どうしてもなかなか落ちにくくて、二の腕だけは。それでちょっと脂肪筋に耐えちゃいました。結構5キロとか10キロとか走るんですか？あ、でも5キロぐらい走れるときは走るんですけど。で、右腕上げてください。はい。下半身は結構落ちるんですか？そうですね、なんかウエストとかは筋トレしたりするとやっぱ落ちたりするんですけど、二の腕がやっぱなかなか落ちないので、やっぱ時間、やっぱすごい時間かかっちゃうなと思ったんで、早く細くなりたくて二の腕は今回。はい、お願いします。慣れてもね、なかなか運動して持てない方が多いんですよね。そうなんですね。なのでどんだけ頑張ってもその人は条件がいいのかなって、はい、で最後正面を見てください。こっちの腕にしますね。で両腕肘を上げてください。しっかりできますね。お願いします。ちょっと待ちください。はい、今日も行いますね。はい、本日は22歳女性ですね。身長が169センチで体重56キロの方の痩せ方のタイプの方の二の腕の脂肪筋を行っていきたいと思います。今回の方は痩せ方のタイプで BMI っていうのは体重割る身長で計算できる数字で、日本人の平均がだいたい18から22って言われてるんですけども、その中でも19ですね、真ん中よりは痩せ方、今回の方はだいたい19ぐらいの方の脂肪筋を行っていきたいと思います。この方はすごく運動とかエクササイズダイエット結構されるんですけども、それでも下半身はするだけでも二の腕はなかなかすることはできないということで、二の腕すぐ悩まれたので、二の腕の脂肪を落としていきたい、夏前にスッキリしてタンクトップを乗せる経験をやるということで、今回脂肪筋を応募されました。今回もですね、この一番振動するタイプですね、すごくたくさん穴があって細かくすることができる、ランタイムを抑えることができる、このアスリートの転換を使って脂肪を捨てていきたいと思います。今手術が終わったんですけども、こちらを見ていただきたいんですけども、取れた量は脂肪のところだけですね、脂肪のところだけだと合計700-800ぐらいですかね、大体 800cc ぐらいですかね、取ることができました。今回の方は22歳です。身長169センチで体重は56キロ、 BMI は大体19ぐらいの方の痩せ型の二の腕の脂肪筋を行って、大体700-800cc の脂肪筋にすることができました。痩せ型の方でも
脂肪が結構ついてる方っていうのは今みたいに発達支援とかしっかり脂肪を取ることができますので、二の腕に二の腕のフェーザル部分に悩まれてる方、昔からコンプレックスだった方っていうのはどんな体型の方でも脂肪減できますので、一つの参考にしていただければと思います。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押してお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。